新聞がこんなネタ出すっておかしくないですか。内調からのリークか。まさかまた官邸の圧力。野党とつながってるという事実さえ作ればいいんだ。完全な民間人ですよ。これも国を守る大事な仕事だ。国と家族のためだって自分に言い聞かせた。俺のようにはなるなよ。教えてください、どうして神崎さんが死ななければならなかったのか。権力の闇に迫る女性記者とエリート官僚、二人の運命が交差するとき、衝撃の真実が明らかになる。ひょっとしたら政権がひっくり返るかもしれないぞ。嘘か本当かを決めるのはお前じゃない、国民だ。俺たちは一体何を守ってきたんだろうな。ごめん。新聞記者、あなたはこの映画を信じられるか。